ケズーイック家創始者のウィリアム。ジャーデン・マセソン商会日本支店の初代代表も務めたケズーイック家はスコットランドに機械を持つビジネス界の名家で1855年から東アジアに進出し、特に香港に拠点を置く巨大コングロマリットであるジャーディン・マセソンホールディングスに関わる一族として有名である。ケズーイック家はジャーディン・マセソンのオーパンとして 香港上海銀行、インドチャイナスチームナビゲーションカンパニー、関東インシュランスオフィス、香港、キューリュー、ワーフゴーダウンカンパニー、スターフェリー、香港トラム、香港ランドインベストメントエージェンシー、香港、アンドワンボアドックなどの所有、経営に携わってきた。ウィリアム・ケズウィックは、ケズウィック家の創始者、スコットランド・ローランド地方生まれ、 ジャーディンマセソン商会を創設したウィリアム・ジャーディンの姉の娘の子。1855年に香港に到着し、ジャーディン商会上海支店で働く。1859年、日米修好通商条約締結後に開校した横浜に、ジャーディンマセソン商会横浜支店を設立。1863年、井上文太、遠藤金助、山尾洋造、野村屋吉。 伊藤博文の長州古傑のイギリス留学を支援した。1886年に本国に帰国。ウィリアム・ジャーディンとジェームス・マセソンの親戚がロンドンに設立したマセソン商会の専務になる。1868年から1887年まで香港政庁の批判主義委員になり、香港の政策に大きな影響力を及ぼした。 1888年には科学者のハーバート WC トゥーエトルと共にペルーのアシエンダラブレアイパリニャスユデンを買い取りロンドンパシフィックペトロリウムカンパニーを設立したジェームズ・ジョンストーン・ケズウィックはウィリアム・ケズウィックの弟東アジアに8 7 0年に到着しその後香港を拠点にし26年間を過ごした人々は彼の人間性を称え ジェームズ・ザ・ブラッディ・ポライトと呼んだ。1890年から1900年にかけて、香港立法会、香港総商会のメンバーとなった。1890年代から世紀を超えるまで、ジャーディン・マセソンのオーパンとなり、1889年には、ポール・チャーターと不動産開発会社である、香港ランドを設立した。香港ランドは現在でも、ジャーディン・マセソンのグループ企業である。 JJJ ケズウィックは、ウィリアムケズウィックのもう一人の弟。カルカッタを拠点とし、彼のパートナーであるジョン・スキナー・スチュワートと共に、ジャーディン・スキナーの経営に携わった。ヘンリー・ケズウィックヘンリー・ケズウィックは、ウィリアム・ケズウィックの息子でおじであるジェームズ・ジョンストーン。ケズウィックが香港を去る前の1895年に、香港に着いた。香港に来る前は、 ジャーディンのニューヨークオフィスで2年間働いていた。第3世代では拠点を香港と上海に拡大し、トニーとジョンは香港、上海、イギリスの政治的な養殖も歴任し、グループを拡大していった。ウィリアム・ジョン・ストーン、トニー・ケズ・ウィックは1926年に東アジアに到着した。1935年から1941年まで、 ジャービン商会上海支店で働き、戦時中は上海市議会の長を務めた。1941年に日本軍によって腕を打たれ、さらに企業の資産はすべて没収された。戦後、ロンドンのマセソン商会のマネージングディレクター、ハドソンワン会社の長、イングランド銀行のディレクター、アライアンス・アッシュアランスの副会長、ブリティッシュ・ペトロリアムのディレクターを務めた。 彫刻家であるヘンリー・ムーアとも親交があり、ケズウィック家の管理する土地に、いくつか彼の彫刻が置かれている。1929年、上海に到着、ジャーディン・マセソン商会上海支店で働く。1930年代、同盟通信社上海支局長時代の松本、茂春に出会っている。松本は、ジョン・ケズウィックの人脈を頼りに、英国紳士が集う。 上海クラブに入会している。後に、松本の招きで、カバヤマアイスケもゲストとして招かれている。太平洋戦争が始まり、米国が原爆をも視野に入れた満州爆撃を計画した時、経済的損失を恐れたジョン・ケズイックは、英国で爆撃中止のためのロビー活動を展開。当時のクレメント・アトリー首相をワシントンに飛ばせ、爆撃中止を実現させた。 戦況が悪化していた時期は、正論に逃れた。1949年、中華人民共和国の建国後は拠点を香港に移す。中国大陸の支店網は、すべて1954年に接収、閉鎖され、2000万ドルの損失を被る。1952年、香港政調の悲観主義委員に就任。1953年に、 会長職を辞任した後、1956年にマセソン社に加わる。また、1963年に英中貿易協会会長に就任し、共産主義国となった中国との貿易再会に奔走する。1972年に英中の外交関係が完全に正常化し、1973年に習恩来首相と北京で会談。 英国産業技術展も開催され、週恩来も視察に訪れる。1970年から1972年まで、ジャーディン・マッセソンで代表権のない会長職を務めた。これらの功績により1973年に聖マイケル、聖城寺勲章を授かり、サーの称号を得た。戦時中、英国政府の重宝業務を担っていたという説もある。 日本と戦う中国の支援が目的で英国特殊作戦執行部の中国での活動を指揮して巨大なスパイ網を展開していたという。一人娘のマーガレットはアメリカ人建築家チャールズ・ジェンクスと結婚し中国庭園やジャーディン・マセソン紹介の歴史などを執筆した。ヘンリー・ケズウィックはトニー・ケズウィックの息子として1938年に生まれる。 1961年にジャーディン・マセソンに入社し、香港、シンガポール、マレーシアのマネージャーを歴任する。1963年、香港のセントラルにマンダリン・香港をオープン。マンダリン・オリエンタル・ホテルグループの始まりとなる。1967年に取締役。1970年に専務取締役。 1972年から1975年まで会長に就任。1988年、持ち株会社制度を導入し、ジャーディン・マセソン・ホールディングスをロンドンに設立。ロンドン証券取引所とシンガポール証券取引所で上場する。チッペンデール・ケズウィックは、ウィリアム・ジョンストーン、トニー・ケズウィックの次男として1940年に生まれた。彼は、 ジャーディン・マッセソンに関わることはなく、ロンドンの商業銀行であるハンブロスで働いていた。2013年6月、アーセナル会場に就任。サイモン・ケズウィックは1962年にジャーディンに加わり、1972年からディレクターとして働いていたが、1977年にジャーディンを去り、マッセソン紹介に加わった。1983年に、 ジャーディンのシニアマネージングディレクターとして戻り、その後、父親がデイビットニュービギニングを会長職から退いた後、オーパンに就任した。サイモンはジャーディンの再構成を図り、より国際的な企業となった。第5世代になった2013年現在でも一族はジャーディン・マセソンをかなり支配しており、重要なポストを占めている。パーシー・ウェザオールはヘンリー・ケズウィックの彦にあたる。 ジャーディン・マセソンでは1999年から取締役を務め、2000年から2006年3月31日まで最高業務責任者を務めていた。現在は香港ランドの CEO を務めている。ジャーディン・マセソンには1976年に入社し、香港、アメリカ、イギリス、サウジアラビア、韓国、フィリピンで重要なポストを歴任し、オーパンとなった。 ベン・ケズウィックは、サイモンの息子で1972年に生まれた。1998年に入社し、インセットで MBA を取得する以前にデイリーファーム、香港ランドの養殖を歴任した。2003年には、ジャーディンパシフィックの財務最高責任者となり、2005年から2007年まで最高経営責任者を務めた。2007年4月に経営に参加し、 ジャーディンサイクルキャリッジのマネージングディレクターとなり、2012年4月には、ジャーディンマセソンホールディングスのオーパンとなった。アダム・ケズウィックは、チッペンデールの息子で1973年に生まれた。ジャーディンパシフィックとジャーディンモーターズの最高経営責任者。注釈出店。ありがとうございます。